皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日は春の新作を購入した時に紹介したこのシャネルのリップを主役にしたメイクをご紹介したいと思います。いつもよりだいぶ本当に引き算をしていて、アイメイクなんかはラインは一切引いていないし、マスカラやまつげの上げ方もいつもとちょっと違ったりしています。もしよかったら参考にしてみてください。ベースメイクはポーラの BA プロテクターを塗っていきます。このポーラのプロテクターは今まで使っていた日焼け止めとは本当にテクスチャーが全く違うので、しっとり乳液を塗っているような感覚で紫外線カバーができるものです。こう突っ張る感じがなくて、本当に乳液を塗った後のようなふっくらした肌に仕上げてくれるのに、紫外線はしっかり対策してくれるので、すごくお気に入りのアイテムです。次にバーバリーのフレッシュグロールミナスフルイドベースを全体に塗っていきます。しっかりパールが入っていて、みずみずしく輝くような肌を作ってくれるので、下に仕込んでいきます。ローラメルシエフローレスフュージョンウルトラロングベアファンデーションのバニラを塗っていきます。このファンデーションはしっかりカバーしてくれるのに薄付きで、軽い使い心地なのでツヤも出ます。でもすごくこうみずみずしいツヤというわけではないので、セミマットに仕上げたい時なんかによく使っています。ディオールのディオールスキンフォーエバーアンダーカバーを気になる部分に重ねていきます。なるべく薄付きにしたいので、あまり大きくは重ねないんですが、気になるような、私だったら最近できてしまった切れ物の跡だったり、目の下のクマに少し乗せていきます。次に3のシマリングカラーベールステートメント02番をアイホール全体に塗っていきます。次にルナソルのシャインフォールライトアイズ EX01 番を締め色で使っていきます。幅としては本当の際を入れるというよりも、影になるように二重まぶたの部分を強調するようにしっかり入れていきます。目尻1/3も重ねていきます。次にキャンメイクのパウダーアイブロウで眉毛を描いていきます。目のなんとなくの形が決まったらアイブロウを描いていきます。今日はふんわり仕上げるようにパウダーだけで描いていきます。次に中央ムラのカラーでまつげを中間だけ上げていきます。フローフシのモテマスカラワンリフトアップで、毛先は塗らないように根元から中間のみを柔らかく塗っていきます。次に藤子光クッションでハイライトを入れていきます。最後に
今日主役になるシャネルのトゥドゥルアレレルロッソポンペイアーノを塗っていきます。まず指でバームを口につけていきます。付属のチップでこのパウダーの方を重ねていきます。これで完成です。今日のメイクのポイントは、とっても発色のいいこのシャネルのパウダーのリップが、この色が私すごく今年の春の気分で、この色の主役がすごく気になっていて、ネイルもちょうどそういう感じの赤にオレンジを混ぜたようなネイルをしているんですが、これをメインで使う時にちょっとアイメイクを跳ね上げラインとかに合わせても可愛いかなと思ったんですが、このぐらいちょっとこう肌を均一でちょっと明るめの肌を作った後にアイメイクとかアイブロウはさらっと仕上げて、やっぱこのリップを主役にするのが一番可愛いかなと思ってこのメイクをしてみました。で、アイメイクも今日はノーラインでノーマスカラにしたかったんですが、ちょっと私は結構しっかりこうアイメイクいつもするタイプなので、そこまで引き算はできなかったんですが、まつげをいつもみたいにバッチリ上げてはいません。で、この感じなんだけど、ラインのようにこうちょっと目元にこうしっかり締まりが出るようにマスカラを根元に塗って、毛先はこう毛の感じを出さないように、自然なナチュラルな感じするように毛先は塗らずに根元から中間だけをしっかりマスカラを塗っています。それをするだけでアイライン引いていないんだけど、すごい抜け感の出たけどちゃんとこう仕込んでいる感じの 目元が作ることができます。で、今日はチークもせず本当にこのリップを主役にやってみました。このぐらいの引き算結構勇気がいるんですが、やってみると意外にハマったりするので、ぜひ参考にしてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。